皆さんこんにちは。こちらはパナソニック RQ-SX20 です。発売は1997年、当時の販売価格は不明です。 SX シリーズは94年から2005年までに大量のモデルが作られました。今回はこのプレイヤーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。薄型軽量でポケットにすっぽり入ります。便利な頭出しサーチがついていました。ドルビー B を搭載していて、ハイポジやメタルテープに対応していました。このプレイヤーはジャンクでしたので状態を確認します。これはテープのありなしとテープの種類を検出するスイッチです。ヘッド周りの機構はシンプルです。ヘッドは型持ちのノンアジマスヘッドです。2箇所のテープガイドでアジマスを自動調整する機構です。これで調整不要になるなら画期的です。ピンチローラーを押さえるバネが省略されています。電極が錆びています。電池を入れて動かしてみます。電源は入りますが、カタカタ音がするだけで動きません。このままでは音の検証ができないので修理します。本体を分解していきます。ネジに緩み止めがついています。これがないと知らない間にネジが脱落することがあります。ハンダを外して基板を分離します。非常に細いベルトが使われています。回転ムラをゴムの伸縮で吸収する設計のようです。ギアが割れている様子はありません。劣化したベルトを取り除いて交換します。
超薄型の DD モーターです。こういうものはもう二度と作られないでしょう。クラッチの摩擦板をクリーニングします。電極の錆を取り除いて専用オイルで仕上げます。元通り組み立てていきます。これはクラッチを押さえるスプリングです。外れてしまいます。よく見ると割れています。次回はこの問題の修復にトライします。